突然ですが、パンって音がしました。何かが落ちました。なんだ、何が起きたんだ、一体何が起きた。あら、試作組 TP316 落ちました。グリル直しました。チャンネル登録よろしく、チャンネル登録よろしく。落ちた。右も落ちた。そう、落ちた。ちょうど半年前、ちょうど半年前、突然ひらめいた。思いつきで作ってみよう。この頃に突然ですがが生まれました。フレーズになりました。何でも見た目だけ似てりゃいいって、思いつきでなんとなく作ってました。貼り付け前に脱脂をあまりせずに半分貼り付け、慌ててたのもあって、娘がコンビニ連れてってって言うから左側早く貼って右を貼らずにコンビニ行って、また帰ってバタバタ貼りました。これはええって当時は思っていました。半年間ワクワクを、ありがとう、ありがとう。作ったもの、終わりが来るとなんか寂しい。いろんな半年間の思い出がよみがえります。チャンネル登録よろしく、チャンネル登録よろしく。2回目です。テペ君オフ。サイドプラスチックガードナー、そういえばジャミーさんのオフ会でワクワク化を皆さんで見てワクワクしていた時に、テペ君オフについてこのように言っていました。これは見られて答えます。あ、見ました。でもそっくりでしょ。これそっくりって言ってほしい。いやいや、言われなかったら金がなんで、いや5メートルだなんて、 1.5 メートル離れて見てよしようなのに、ワクワク、ありがとうございます。ワクワクワクスレスイン、ありがとうございます。ツルツルになりました。なくなるとなんか寂しいですよね。ツルツルに磨きましたよ。両面もきれいに剥がして、これはどうしよう、欲しい方にあげようか、シナのオンエアさんオフ会に持っていこう。これ剥がせばドアガードにもなるし、おったらさんとか持って帰りそう。ミニに貼るかな、貼らんか。どうも毎度 J スタイルです。最大級のスーパーなカー用品店に100均も行きたかったんで、ついでにプラプラホイールもちょっと見たいなみたいな、たまたま近く通ったので寄り道しました。寄り道です。今日は間違いないで駐車場、違うとこ行かないでね。電気屋さんの方1階でいいかい、1階で一回。初めてここに泊めました。こんなに近くに駐車場があったなんて知りませんでした。タイヤ一
てワクワクしましたよ。階段で行こう。テクテク。いつもワクワクするこの入り口。入った瞬間、広い。あ、ヘルメットだ。ヘルメット欲しいけど、これ全部 S サイズ。私の頭入りませんでした。手袋も。よく見たらお高いですね、手袋って。またいつか買おう。私はこれが欲しかった。オイルのこのドレンボルト磁石付き、いやハイエース欲しいな。あ、本物だ。サイドボルテックスの本物が余っていました。半年ぐらいずっと置いてるような気がします。そうだ、100均、いやちょっと黄昏れてみよう。今日は天気が曇り時々晴れ。駐車場を見ていると、あ、小さい車がある。なんだあれは。よく見るとワクワクワクスレーシングじゃないか。かわいい車です。ということで100均買い物をして駐車場に戻ろうとしたら、前には西日本最大級のスーパーなカー用品店があって、ワクワクワクスレーシング。なぜか100均から戻ってきた。この動画は全てフィクションです。 YouTube のためだけに作っている一部演出が含まれていますよ。いつまでもワクワクをお届けしたい。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、よければチャンネル登録を、チャンネル登録を。えらい引っ張るな。次回へ続きます。よろしくー。